こんにちは。動画を開いていただきありがとうございます。フリーライターの森山です。よろしくお願いします。始まりました、東京登山。私はアシスタントの山子です。よろしくお願いします。はい、このシリーズでは都心から公共交通機関だけでアクセスできる山に毎回何らかの目的ミッションを持って登るということをやっていきます。初回ということで簡単な自己紹介をさせていただきます。普段はどんな登山をやっていますか？基本スタイルは無雪期の縦走です。丹沢、奥多摩、中央線沿線を中心にこれまで累計500キロほど歩いてきました。今後はどんな登山をやっていきたいですか？標高の高さにはあんまりこだわっていません。自分でルートを組んで攻略するというところに面白さを見出しています。当面は修行編ということで日帰りや 1,2 泊の縦走で経験を積んで、累積参考距離が 1,000 キロに達したら何日もかかるようなロングルートをやり始めようと思っています。方向性としては無雪期のロングトレイルおよびバリエーションルートの藪山登山となります。修行編ということですが、具体的にはどんな能力を伸ばしていこうと考えていますか？一番重視しているのは地図読みや天候予測などの知識です。体力、脚力、生活能力は自然に伸びていくだろうと思っています。クライミングに関しては丹沢の鎖場程度なら普通に通過できますが、まあ、高いとこ怖いしソロが好きなのであんまり追求しないつもりです。一方雪上技術に関してはいずれ講習会などできちんと教わりたいと思っています。それでは山へ行きましょう。記念すべき第1回のミッションはこちら。大前提として早けりゃ偉いってもんじゃありませんが、山中で動ける時間は限られているのでスピードは行動可能範囲に直結します。重走ロングトレイル志向なら自分の歩くスピードをしっかりと把握することがとても重要です。設定したコースを無理のないペースで歩き、ルートごとにかかった時間を記録して標準的なコースタイムと比較してみましょう。で、どこを歩くのかというと、初めてソロで歩いたモデルコース丹沢の表尾根重走、これを以前と逆向きに歩いてください。やみつ峠のバスが少ないのと大倉尾根が長くて単調なので、やみつ峠をスタート大倉をゴールにするのが一般的です。今回あえて逆走するのは大倉尾根で足を鍛えるためと下りの展望を味わうためです。表尾根は普通に歩いても楽しい道ですが、進化が発揮されるのは逆走ではないかと。続きまして各種データをチェックしましょう。まずこちらは一般的な方向で歩いた場合です。総距離 13.9km、 上りの累積標高差 1383m、 下りの累積標高差 1858m、 標準コースタイム7時間20分、コース定数32です。今回はこれを逆走するため上りと下りの累積標高差が逆転し、コース定数はプラス6ポイントの38となります。日帰り登山としてはそこそこ大変な方かもしれませんね。それではどうぞご安全に。
お疲れ様でした。表尾根の逆走、いい景色でしたね。それでは、最終的な所要時間の確認です。上りの合計所要時間は2時間43分、コースタイム4時間5分に対して 0.67 倍でした。下りの合計所要時間は3時間9分、コースタイム3時間55分に対して 0.8 倍でした。トータルで約 0.73 倍。今後の登山計画も、コースタイムの 0.8 倍程度で考えて良いでしょう。ただ終盤バスの時間に合わせて緩めたのはちょっとどうなんでしょうか。山では何があるか分かりません。日没までの残り時間は大事なリソースです。早め早めの行動が基本ですよ。今回は以上です。今後もいろいろなミッションに挑戦していきますので、よろしければチャンネル登録をお願いします。ご視聴ありがとうございました。